こんにちは、坂亮です。昨日システム手帳を自作した動画をアップしたんですけれども、見ていただいた皆さんありがとうございます。今日はリフィルを作りたいと思います。これが昨日作った手帳で、昨日はね閉じなかったんですけど、ここダブルクリップで挟んで一晩置いていたら閉じるようになりました。これ手のひらサイズで可愛いですよね。はい。でこれに私ゴアナのねリフィル持ってないので作りたいと思うんですが、もう本当にアナログでとりあえずこのサイズの紙を用意しようと思いまして、使うのが無印良品のノート型剥がせるルーズリーフ A5 サイズの方眼です、はい、私方眼が大好きなのでこれを使いたいと思います。まずはしないとで、これは切る場所はここなんですよね、この白いところで。でもこの穴を開けるところが必要なのでこのサイズでいいと思うんですけど、60mm、 横が 60mm で縦が 105mm ですね。はい。でちょっとね穴の大きさは全然違うんですけど、ここにせっかく穴が開いてるのでこれを活用できないだろうか、なんかできそう。活用できそうじゃない、良さげじゃない良いような気がするんですけど、どうなのかな。ちょっと挟んでみたら分かるかな。入りますよって、ってことは、ここできればいいのかな。あ、いい感じ。ちょっと、いい感じじゃない？ちょっとね、机が狭いんですよね。物をいろいろちょっと置いてまして。ここで分断して、裁断機を持ってるんですけど、ここに置くスペースがないので、ちょっと撮影しながら裁断機使うの難しいかなって感じですね。こっちも使えるといいんだけどな。どうかな。ちょっとずれるか。あ、でもここは合うな。とりあえずこっちが上。あ、
いいじゃん。いいじゃん。これは、でもいいんじゃない？気にしなければこのズレを。気にするんならカットした方がいいかもしれないけど。とりあえずこれはこれで OK っていうことで。で、こっちは、これでは取れないから、こうだね。じゃあ、さっき測ったよね、私。測ったじゃん。こっちは65でしたよね。ここね、とりあえずちょっとこの分があるけど。で、切りましょう。しまった。とりあえず、あ、やっちまった。ああ、まあいいや。はい。とりあえずで、こっちが105でしたね。ああ、なんてこと。そっか、105、210、縦はちょうど半分だね。だからね、私カッターね苦手なの。ん？なんで115にしたんだ私。もうやだ本当に。105はここだ。ここね、はい、まあ試しに作ってるだけだから、あれちょっと、あ、そっか、少し、少し、ん、なんでかな、60? なんで65で切ったんだ私。わけわかんない、うん、はい、なんかまたグダグダが始まってしまいました。じゃあここをなかったことにできる。いや気をつけないと、なんか、うん、私の記憶って何なんだろうか。ちょっとね、昨日も思ったんですけど、作業しながら喋ることができなくて、なんか作業音だけみたいになってしまっていたんですが、もうね、システム手帳私使ったことあるんですよ実は。あの、学生の頃はミニ録のシステム手帳を使っていまして、だからシステム手帳自体は初めてではないですね。まあでもそれ、学生の時にミニ録を使って以降はずっととじ手帳、社会人になってからはとじ手帳をずっと使ってきたので、お、ごめんなさい。オーマイガー。はい、ちょっとここを片付けて、で穴を開けていくんですが、このゴアナ開けるパンチってアシュフォードさんで売ってるけどめっちゃ高いんですよね。で、
まだ本当にこれをちゃんと使えるかどうかわからないので、今日はこれを使います。カール事務機のなんだっけ、リフィルなんだっけ、なんかね、リフィルの穴を6穴を開けるパンチです。で、英語バイブルミニ、このミニっていうのは6、ミニ6ですね、用なんですけど、このミニに合わせれば5穴も開けられるので、まず ここのミニっていうところにね合わせます。ここに合わせて、で、これを閉じて、で、ここのミニっていうところにこのホッチを合わせて、で、もう一回、で、これで 1,2,3,4,5、 ここの分の紙がないから6番目は開かないですよ。で、当然ね、穴の大きさが大きいんですけど、穴の位置はちゃんと、はい、揃っています。で、この小さい穴を開けたければもうアシュフォードさんのパンチを買うしかないんですけどね、まあ私あんまり気にしないかな。というわけで、というのもこれ私的にこうね、なんか通すのがちょっと大変、まあただこれを通すと遊びがあんまりないからね、安定しますよね。で、これだとやっぱり遊びがある分安定しないけれども、まあ私はあんまり気にしないかなということで、とりあえずなんかガタガタですね、許して私は気にしない、はい、ということで方眼リフィルが4枚できました。しかもこれはね、ちょっと穴を流用したのでこんな感じですけど全く気にしません。はい、ということでリフィルできました。今日使った道具は まず用紙はこの無印良品のノート型剥がせるルーズリーフ英語サイズ 5mm 方眼で20穴開いてるやつですね。まあ方眼だから線を引く測るのも楽でしたね。はい、で、そしてと今日はね30センチ定規持ってきました。カッターと、カッターね、これはオルファカッターですね。はい、定規はね、これ黒用の定規です。カッターマットはこれ多分ダイソーのだったと思います。で、印をつけるのに今日はシャーペンを使いました。コリラックマのドクターグリップです。私ドクターグリップ大好きなので、はい、そしてパンチを開けるのがこのカール事務機さんのなんですけど、パッケージ、これですね。手帳用リフィルが作れるパンチ、リフィルメーカーどうしたらいい？もとリフィルメーカー GP の6です。これです。
なんだっけ、二重穴を開けるゲージパンチもこのカールさんから出てるんですけど、私それをもうずっと前から使ってて、バインダーよく使ってるので、あの二重穴のね、なのでまあ使い慣れてる、このやり方が使い慣れてるので、これをとりあえず買ってみました。はい、というわけで今日の動画はこれで終わりたいと思います。はい、これね、あともうちょっとあの枚数を増やして、それからなんだっけ、ちょっとダウンロードとかしてみてね、無料の配布されているところから、そういうのもちょっと入れていきたいなと思っています。はい、それでは見ていただいてありがとうございました。